シャルル・メジエールは、フランス北部、ムーズガー・カハンに位置するコミューンで、アルデンヌ県の県庁所在地である。シャルルビルは1606年にヌベール港、シャルル・ド・コンザー軍によって、建設が開始された。建設当時は、新生ローマ帝国に属する、マントバ公国の分野市である、アルシ公国に属し、フランスとは、独立した主権を持っていた。シャルルビルの開発は、 アンシャンレジーム機に免税措置と武器産業によって軌道に乗ったが、フランス革命後の一連の戦乱によって人口が減少し、アルデンヌ県が設置された際には、ライバル関係にあったメジエールに県庁が置かれた。1858年に郊外に鉄道が敷設されると、経済の中心はムーズ川から駅へと遷移し、メジエールと統合された都市圏を形成していった。 現在のシャルルメジ、エール市は、1966年に合併によって、設置された。合併したコミューンは、シャルルビル、エティオン、メジエール、モオン、モンシーサンピエールである。この合併と別に、1965年にメジエールとルトの合併が行われている。近隣市を合わせると、人口約6万5千人、シャルルメジ、エール都市圏としては、 約10万人の人口を有する。この町で世界最大規模の世界人形劇場フェスティバルが3年ごとに開催されている。金属産業、機械産業、食品加工。ありがとうございます。